ちろんそうよ。さあ、好きなのを取りなさい。まあ、親切ですわ。ただで武器をいただけるなんて。ただじゃないわよ。お金取るの？やっぱり世の中甘くありませんわね。お金はいいのよ。でもただじゃないって。好きな武器を持ってっていいけど、それは本当のあなたたちの武器じゃないの。貸してあげるだけ。私の作る武器はどれもたった一人のためのものなの。あなたたちの武器はこれから作るの。あなたたちのためだけにね。でも、じゃあこの中から選べっていうのは？何も持たずにエテルナに行くのは危険だから。エテルナ？あなたたちのために私は最高の武器を作るつもりよ。だから材料は自分で取ってきてね。なるほど、お金はいらないけどただでもないとは、そういうことだったんですのね。そう、あなたたちは伝説の泉エテルナに行き、エスクードという鉱物を取ってくるの。エスクード？セフィーロで唯一成長する武器が作れる鉱物よ。エスクードで作った武器は持ち主の技量や精神力に合わせて成長し、レベルが上がるの。それはお得な武器だわ。武器を買い替えなくてもいいんですものね。でも持ち主が成長しなければ武器も成長しないのよ。武器を買い替えれば嫌でも強くなりますから、その方が楽といえば楽ですわ。どちらにしてもあなたたちはエスクードで作った武器を成長させていくしかないわ。エスクードの武器はマシンを蘇らせる鍵の一つだからね。マシン？クレフもそんなこと言っていた。マシンって一体何なんだ？巨大で大きな力を持つもの。詳しいことは知らないけれど、とにかくまずエスクードを取ってくることね。伝説の泉エテルナへ行って、エテルナの泉までの道は沈黙の森といって、魔法が使えない不思議の森よ。だからどれでも好きな武器をお持ちなさい。ということは、なんか怖い怪物が出るとか？ちょっとね。ちょっとってどのくらいでしょう？そうね、何人も戦士がエテルナを目指したけど誰一人帰ってこなかったっていうくらいね。だから武器を持っていきなさいって言ってるのよ。よく武器を見なさい。今の自分に合ったものがわかるから。ちゃんと武器はあなたたちを呼ぶから。私、学校では弓道部ですの。うちが剣道の道場だから、私は小さい頃から剣道をやっていたんだ。そして私はフェンシング部。なるほど、今の私たちに一番合った武器だわね。でしょ？そのエテルナまではどう行けばいいんだ？ウコナが教えてくれるわ。連れて行きなさい。ウコ？クレフとクレセアの不思議セフィーロ講座。ついに光たち3人はモコナを仲間にしたな。マジックナイトたちの旅を助ける謎の生き物ですね。うん、このゲームでは普段は隠れているが、スタートボタンで呼び出すことができるぞ。そうするとモコナの出してくれたアイテムを使ったり、いろんな設定を変えたりできるのよ。旅をしていく上で大切な日記をつけるコマンドもここにあるぞ。目につけておくようにしましょうね。それでは今回はこの辺で、引き続きゲームをお楽しみください。また会おう。ありがとう、プレセア。必ず。
エスクードを持って帰ってらっしゃい。まあ、なんとか頑張ってみるわ。生きてまたお会いできるといいのですが。不吉なこと言うのはやめてよ。行ってきます。出てきたはいいけど、なんか来た時と道が違うような。さすがは不思議の森ですわね。これからどちらへ行けばいいんでしょう。とりあえず行けるところに行ってみよう。いらんねえな。どこ？あそこですわ。何者だお前たち。名前を尋ねるときはご自分から名乗るのが礼儀ではありませんこと。それもそうか。俺はフェリオ。助けていただいてありがとうございました。私は鳳凰寺風と申します。ありがとう。私は龍崎海よ。私は指導光。ここは沈黙の森といって魔法が使えないところだ。しかも魔物がうようよしてる。相当の剣の腕がないと生きては出られないぞ。そんなこと言ったって。何しに来たか知らないが、お前たちだけでこの森をうろつくのは危険だ。お前たち俺をボディーガードとして雇わないか。俺は漁師をしてるんだ。この森のことはよく知ってる。腕は見ての通りだ。役に立つぜ。でもお金持ってない。なに、飯を食わせてくれりゃいいんだ。ここんところろくなもの食ってなくてさ。なんだ、ご飯くらいだったらポコナに出してもらえば。ちょっと光、どこまでお人よしなの。あの
フェリオとおっしゃる方はザガートの関係者かもしれませんのよ。でも助けてくれたよ。私たちを油断させる手かもしれませんわ。でも一緒の方が協力し合えていいと思う。私たちにボディーガードは必要ありません。どうぞ引き取りを。漁師とおっしゃいましたが、魔物の手で漁をなさいますの？おかしいですよね。痛いとこつくな。嘘だったの？確かに俺は漁師じゃない。実は俺は剣士だ。ザガートって知ってるか？エメロード姫をさらったと噂される嫌なやつ。俺はそいつに一泡吹かせようとしたんだけど、反対に捕まりそうになって沈黙の森に逃げ込んだんだが、出口が分からなくなっちゃった。ふーちゃん、やっぱり協力してもらおうよ。同じザガートを敵とするものじゃない。とても面白いお話ですわ。一晩寝ないで考えたんですの？先ほどの話が嘘で、今回は本当と言われましたよ。すぐには信用しかねますわ。疑い深くてかなわねえな。分かったよ、雇ってもらうのは諦めた。賢明な選択ですわ。勝手について行かせてもらおう。それなら文句ないだろ。え？はい。ま、戦力は多い方がいいわよね。納得いきませんわ。もしかしたらと思ったけど、やっぱりお前らも出口の場所を知らないんだな。出口の場所ならモコナが知ってるのか。ヒカルさん、大きなお世話ですわ。勝手についてきてる方は黙っていてくださいませ。お前本当に用心深いな。それはあなたの方ですわ。本当のことを何一つおっしゃいませんもの。やれ、嫌われたもんだ。しょうがない、一休みしようぜ。あれだけ歩いて行き止まり、なんだか気に疲れてきちゃった。仕方ありませんわね。では少し休憩しましょう。お腹空いちゃったよ、何か食べよう。フェリオにもあげていいよね。一緒に戦ってもらったし。
ヒカルさん。わかりました。でも持っていくのは私です。ヒカルさんは優しすぎますから。お前か。食べ物を持ってきました。ここに置いておきますから。じゃあ。まあ待てよ、少し話でもしようぜ。特にあなたとお話しする理由は見つかりませんけれど。たく、食えねえなお前は。光栄ですわ。この森を抜けたところにあるエテルナの泉って知ってるか。え？俺は旅芸人だった。そしてある日親方と共にエメロード城に招かれた。城の中を勝手に歩き回ったのは盗みを働こうとしたんじゃない、物珍しかったんだ。だが城の衛兵はそうは思わなかった。俺は捕まった。俺を救ったのはエメロード姫だった。俺が手に取ってしまったオーブを俺にくれたものだと言ってくれたんだ。エメロード姫は俺の恩人だ。何としてもザガートの手から助け出したい。エテルナの泉に行けばマジックナイトの力が手に入るって話だ。だから俺はその泉に行く。エメロード姫を救う力が欲しいんだ。そうでしたの。なんてな、信じたかい。ひどい、また嘘をついたんですのね。そう思うか。もうちょっと素直になった方がいいな、お前は。その方が可愛いぜ。やっぱりボディーガードはもう結構です。ここでお別れですわ。私たちだけで出口は探します。やれやれ、クビか。モコナの額の宝石から光が。その光の差すところが出口か。あれが出口。急ぎましょう。待て、不用意に走るな。魔法は使えない。だからここで待っていたのよ。あなたたちが出口を探り森から出てくるの。先ほどのお礼をするためにね。よくもレディオ。あなたは多少魔法が使えるようね。でもエメロード姫好きの魔装師として名を馳せたこのアルシオーネに勝てエメロード姫の。今の私はザガート様にお仕えするのに。ザガート様こそ私のすべて。炎の矢、妖刀撃破。炎の矢、妖刀撃破。光一人じゃ危ない。光を助けなきゃ。
えるか、海。クレフ。そうだ、モコナを通じてお前の心に直接語りかけて。無事だったのね、よかった。海、このセフィーロでは意志の力が何者にも勝る。願うのだ、ヒカルを助けたいと。ヒカルを助けるために魔法を使いたいと。ヒカルを助けたい、ヒカルを助けるために魔法が欲しい。わかるか、お前の中に今までと違う力がある。わかるわ、言葉が浮かんでくる。それがお前の魔法だ。伝説のマジックナイトだったとは。フェリオさん、しっかりしてください。ごめんなさい、私をかばったばっかりに。クビになったはずなのにな、損しちまった。ぜフェリオさん、フェリオさんを助けたい。フェリオさんを。忘れるな、このセフィーロでは何よりも意志の力が勝るのだ。信じる心こそがこのセフィーロでは力になるのだ。それにしても、実はお前たちがマジックナイトだったとはな。まあ、言ったまあ言った。よかった。フェリオ、実は私たち、このセフィーロを救ってくれって、クレフに言われて。クレフに会ったのか？あのセフィーロ最高の魔導士に。そうなんだ。それで。そうか、ようやく納得いったぜ。伝説は本当だったんだな。このセフィーロの柱に異変起こりし時、異世界に召喚さるのよ。マジックナイトとなりて魔神の力を借り戦う。昔からの言い伝えだ。クレフも言っていたけど、どうして異世界のものでなければならないのかしら。俺もそれが納得いかなかったんだ。だからエテルナの泉に行ってマジックナイトになれないか試してみるつもりだった。しかし本物の登場とあっちゃもう俺の出る幕はないな。エメロード姫を助けるため俺は俺の道を探すことにしよう。ベリオさん、ありがとう。また会おう。なにあいつ、カッコつけて。またね。さあ、じゃあ行きましょう。で、ふう。どうしたの、ふーちゃん。なんでもありませんわ。待ったよ。
よ。あなた早く行こうよ。そうですわ、海さん、もたもたしてはいられませんわよ。くーちゃん、そっちじゃないよ。ま、いいけど。